はい、哲也です。今日はですね、ガーシー逮捕というテーマでお話してみたいと思います。さあ今日ですね、先ほどガーシー元議員ら2人に逮捕状を請求したというね、ニュースが飛び込んできました。まあ、この僕はガーシーという人、正直言ってね、あんまりよくわからないんですよね。もともとは芸能人とか財界人に女の子をアテンドする仕事をしていたんでしょ。アテンドっていうことはまたよくわからないんですけどね。まあ、僕は英語を少しやってたので、まあ、普通アテンドっていうと出席するとかね、参加するとか、あとは、まあ、付き添うという意味もあるんですよね。だから多分ね、話を聞いてるとこの文脈で判断すると、アテンドというのは、まあ、そういう財界人とか芸能人たちに、女の子を紹介して付き添わせる、まあ、そういう意味じゃないかな。紹介して付き添わせるという意味でアテンドって使ってんじゃないでしょうかね。ちょっと僕も、よく分かりませんけど、そういうアテンドする仕事をしてたんでしょうね。で、そういう仕事をしてるとですね、やっぱりあの女の子からその芸能人だとか財界人、まあ一般の、ね、女性になかなか手を出すわけにもいかないというか、手を出すって言い方変ですけどね、そういう人っていうのはそういうことはあんまりできないじゃないですか。ね、だからこういうガーシーみたいな人を使って、まあちゃんとした人っていうかな、なんて言ったらいいんだろう、まあ口の堅い人なのかな、よくわからないけど、まあ、そういう女性を紹介してもらうということがあるんでしょうね。そういうビジネスがあるんでしょうね。すいません、僕よくわからないので、あの間違ってたら訂正してくださいね。で、まあそういう仕事をしていて、ただ女の子たちもですね、うまくね、きちんと給料というか報酬が支払われて、ちゃんとうまくいけばいいんだけど、いろんな、まあそこでトラブルがあったりするわけですよね。例えば最初に言ってたお金が、例えば10万払うと言ったのが5万に値切られたとかね、ちょっと予定にないことまでされたとかですね、よくわかりませんよ、ものすごく変態チックだったとかね、まあなんかいろんなことがあって、それはやっぱりガーシーにこうですよと、ね、実態はこうなん、こうでしたよとか言って通報したりしてたんじゃないでしょうか。そしてそれをもとにガーシーが、クレームつけたり、まあ、場合によっては脅迫まがいのこともやってた可能性もあると。僕はその辺はよくわからないので、可能性としか、まあ、言いようがないんですけどね。まあ何かそういう形でのビジネスをやってたことは、まあ間違いないだろうと思うんですよ。でそれが、まあ、最近ですね、ガーシー大人気になりましたよね。選挙前からも大人気になりまして、まあ、YouTuber としてかなりのお金を稼いでましたね。まあ、億単位のお金を稼いでたんじゃないかなと僕も思うんですけど、まあ、あの喋り方は僕もあんまり何回か見たぐらいでね、そんなに熱心に見たわけじゃないんですけど、何回か見たんですけどね、喋り方はねめちゃくちゃうまいですよ。僕みたいな、なんていうかな、淡々として喋ってるじゃないですか。こういう喋り方じゃないんですよね。なんかね、ものすごくこうてか、ね、抑揚があって、おどろおどろしく、あるいは感情的にエモくね、喋る人で、僕はああいうことできませんからね。やっぱりガーシーはそういう意味で才能があるんじゃないかなと思うんですけども、人を引きつけるなんていうか才能があるのかもしれないですね。だからそれだけのね、登録者、チャンネル登録者もものすごく多かったですからね。やっぱり日頃言えないようなことをズバ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 ってね、言ってくれるということがね、非常に受けたんだと思うんです。まあ、なかなかこういう人はもういませんからね。それで、まあ、参議院議員に通っちゃったと。通ったんだと僕はびっくりしましたけどね。通るんだと。まあ、YouTuber になるとね、有名 YouTuber じゃないとダメですよね。僕みたいに底辺 YouTuber は全然ダメですけども、ものすごく人気のある YouTuber は政治家になる可能性もこれからありますよね。まあ、その話はちょっと置いといてね、ちょっと記事を読んでみたいと思います。ガーシー元議員ら2人に逮捕状請求、綾野剛さん、ドワンゴ川上氏らを常習脅迫、名誉毀損、国際手配へ警視庁。このニュースをちょっと読んでみたいと思います。昨日、国会議員の資格を失ったガーシー元参議院議員ら2人について、警視庁は俳優の綾野剛さんらを常習的に脅迫するなどした疑いで逮捕状を請求した。警視庁が逮捕状を請求したのは、元参議院議員のガーシーこと東谷義和氏とドバイでガーシー元議員の
配信動画の制作に関わったとみられる会社経営者の40歳の男性の2人、まあこれあれですね、動画制作に関わっただけでもやっぱり逮捕されるんですね。捜査関係者によるとガーシー元議員らは去年、俳優の綾野剛さん、ドワンゴ創業者の、川上信夫さん、ジュエリーデザイナーの福谷公男さんの3人を常習的に脅迫したほか、名誉を毀損するなどした疑いがあるという、そうか、今上がった名前は綾野剛さん、ドワンゴの川上さん、それからジュエリーデザイナーの人ですよね。この3人に対する疑いですね。あともう一人なんか財界人いなかったですかね。それはまだ含まれてないんですかね、はい、まあいいです。警視庁は今年1月にガーシー元議員の YouTube の動画の広告収入を管理する会社の実質的代表者の関係先や、逮捕状を請求した会社経営者の男性の東京国分寺市にある関係先を家宅捜索し、業務委託の契約書や制作代行について記載された書類など数十点を押収して捜査を進めてきた。警視庁はガーシー元議員が任意の事情聴取の要請に応じてこなかったことや、ドバイなどに滞在したまま同様の脅迫行為を繰り返していて、今後証拠隠滅などの恐れもあると判断したほか、昨日参議院本会議で除名され、議員の資格を失い、いわゆる不逮捕特権も失ったことから、逮捕状の請求に踏み切ったものとみられる。そうですね、まあ、事情聴取に応じなかったということ、これやっぱ応じなかったんですかね、まあ、帰らなかったから応じられなかったということなんでしょうかね、まあ、なかなかネットで事情聴取ってしないんでしょうね、まあ、ドバイに住んでるということで、海外にいるということでね、まあ、逃亡の恐れがある、まあ、逮捕ってね、大体逃亡の恐れと証拠隠滅の恐れなんですよ。この2つがあると、まあ、どちらか一方でもですね、逮捕される可能性があるんですね。それから、まあ、ガーシーはね、議員だったので国会が開かれている間は逮捕されないんですけどもね、まあ、国会の承認がいるんだったと思うんですけどね、もうそれもいらなくなったので遠慮なく逮捕するというふうになったということですね。続きを見ますと、警視庁は今後警視庁を通じて外務省にパスポートの返納命令を要請するとともに、 ICPO 国際刑事警察機構を通じて国際手配する方針だと、まあ、ドバイの警察に捕まえてもらうということなんでしょうね。まあ、今後ガーシーどうするんでしょうかね。まあ、逮捕される可能性が非常に高いということになります。まあ、どのようなことがあって、どのような脅迫したのかというのは僕もよく分かりません。綾野剛さんが何かやったんですか。誰が何かやったのかということまではね、まあ、ちょっとだけは知ってますけどね、それも何ていうかな、不確かな情報なんで、僕もここで言いたくはないんですよね。ちらちらとガーシーのその YouTube で言ってたことぐらいは知ってますけれどもね、具体的に本当にね、どの程度の証拠を持って言ってるのかっていうのが分かりませんでしたのでね、ここであんまり軽々に言いたくないんですけども、僕はね、やっぱり思うのは、このガーシーというこういう存在がね、まあ、政治家になったということがやっぱりね、僕は有権者の責任があると思いますよね。まあ、有権者はこの歯に衣を着せぬね、もうガンガンズバ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 不正に対して切り込んでいくという、その勇猛果敢さというかな、そういうものに期待したんじゃないかと思うんですけどね。しかしガーシーという人は、まあ、アテンドという仕事をしてた人なので、まあ、財界人や芸能界にはかなりこういろいろ問題があることを知ってたと思うんですけど、政界に関してはそこまでは、まあ、木原副官房長官のことなんかちらっと言ってた記憶もあるんだけど、まあ、あんまり詳しくはなかったんじゃないかなと思うんですね。だから参議院議員になっていろいろ期待してた人多いと思うけど、政治家の悪を、巨悪を暴くというね、そういうことを多分おぼろげながらね、なんとなくそういうことしてくれるんじゃないかと、この発言力、発信力ですからね。だからガーシーを通した人は国会に別に出なくてもいいよと、政治家の不正とかそういったものについてズバ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 言って、不正を正すね、それから言うべきことをですね、発信してくれるということを期待したんじゃないかと思うんですけど、やっぱり政治家に対してはそれほどね、まあ、これもそれから付き合いも、
まあ、勘もあんまり働かなかったのかなという感じなんですよね。ほとんど政治家の問題というのは出てこなかったですよね、まあ、扱わなかったじゃないですか、まあ、政治家の仕事、国会議員の仕事として国会に出席することとか、あるいは出席して、まあ、質問をするとかね、あるいは質問主意書を出すとかね、そういった仕事があるわけですけど、出席してないけれども質問主意書を出してたので、まあ、仕事をしてなかったということでもないんですけど、まあ、はっきり言うと期待されていた、まあ、ガーシーに票を投じた人たちが期待してたレベルには達してなかったんじゃないかなという感じはしますよね。だから僕は思うのは、やっぱりこれから気をつけなきゃいけませんよね。今 YouTuber として人気があるということと、政治家としての見識、知識、能力、技能、そういったものが備わってるということは必ずしも一致してませんからね。 YouTuber としてエモくてすごくこう魅力的であったとしてもですね、政治家という仕事というのはね、またちょっと違う才能がいるんですよね、まあ、そういった意味でこれからまあ YouTuber 政治家というのがどんどん出てくる可能性もありますけどね、我々有権者としては YouTube で結構いいこと言ってるから政治家としても有能なんだろうというふうに直接結びつけて考えるのはやめた方がいいんじゃないかなというふうに思います。あなたはどうお考えでしょうか。ではまた。 Good luck。 目覚めよ日本人。今回のようなお話に興味のある方はぜひチャンネル登録をよろしくお願いします。